県内初のクラスターが発生した熱海市では、今日夜の店を含む飲食店などを対象に、熱海保健所や組合などが合同で一斉監視指導を行いました。こちらのカラオケスナックでは、夜の店をまとめる組合の衛生推進員が、主に3密を回避する状況が作られているか、どんな対策を講じているかを独自のチェックシートで確認していきました。はい、どんなような対応をされてますか？マイクは、使うお客様に、個々に1枚ずつ配らせていただいて、マイクにカバーをします。で、歌い終わったら、こちらのビニールで直接触れないようにこちらのカバーを外させていただいて、これはもう処分します。で、その、はい、こう直接お客様との、はい、はこれを使って、はい、もうこちらのフェイスシールドを付けさせていただいて、はい、で対応させていただいてます。熱海市では先週、県内初のクラスターが発生し、今日までのクラスター関連の感染者は二次感染を含めて県内外で18人に上り、感染が拡大しています。熱海市の方とも協議をしております。それからカラオケは、店舗だけに限りません。旅館ホテルにもカラオケがあります。その中で、いかに、早くこのカラオケによる感染を止めるかということに関しては、この場では今明言はできませんが、多分皆様のご期待するような方向、それから今後拡散しない方向への、結論を早急に出せると思っております。熱海の3つの組合では250店舗を8月上旬までに監視指導する予定で、組合内ではしばらくの間カラオケを禁止することも前向きに検討しているとしています。